皆さんこんにちは、星椎茸です。ファイナルファンタジー15の実況プレイ動画を始めたいと思います。はい、それでは前回の続きですね。イグニスとプロンプトが別構造中に施策を用意したと。で、これをブリザラを発動するためにタイタンへダメージを与えて隙を作ろうということが、目的。全員でダメージを作り出す。こいつってライブラはできないんやね。どうしよう。いけ。遅れるなよ。つれや。もういっちゃ。これブリザラ？終わりだ。おおおおおお。確かタイタンでメテを背負ってるんですよね。全員生きたか。おおよ。なんとかなったか。これでもう終わった？なんかブリザラ。な、どうした？なんだ？一体教神が。おい、やめ！カメラ何グルよ。確か魔法ってマジックボトルに詰めて使ってるから、他のやつらっていうのはあのモンスターボールみたいなのを投げるんですよね。あれきっとOK のものしか使えないっていう。お前ルーナと話したのか。だから俺を。おーおお、すげえゴールドや。なにこれ。あ、落ちた。落ちたね。これ奪う？帝国軍。出た。ヒロシ。おい、無事？俺の名前さ、別に略してなかったんだよね。アーデン・イズニア。本名。帝国の最初。そうなんだよ。でも今はさ、助けに来たんだ。ここで捕まえたりしないって。どうする？選択肢は2つ。生きる？なんだよ、死ぬの？とりあえずここでは死ねない。行こう、リーナ・ノクト。うん、タイタンから授かった力が巨神の証へと形を変えた。授かってたっけ。ガアーデン・イズニア、帝国軍の最小か。へえ。ストーリー進めるときやっぱり経験値アップのご飯食べといた方が良さそうね。お、これをと、これいいね。まあいいや、はい。さあ、ほんでお次は？お、もうチャプター5。暗雲。命からがら脱出を果たした一行は、予期せぬ足止めを食らう。カーテスの大皿に止めたレガリアがなくなっていた。なくなっていたのだ。帝国軍に街道も封鎖され、ただ情報を待つことしかできずにいた。レガリアパクられたんや。なるほどね。レガリアがないか。あ、そういえばですね、この前回のパート、このカーテスの大皿に、ガソリンスタンドから車で走ってきたかと思うんですけども、そこのパートと、さらにその前で、そのガソリンスタンドに向かってきてたパートの間に、
プレイステーション4のですね、自分の初期型なんで500ギガなんですけどね、ハードディスクが。そのハードディスクを換算しました。500ギガから2テラの SSHD にね、換算しました。Amazon でシーゲートの2テラのやつが、売ってたんで、まあ、注文、購入してから1週間後ぐらいにはなったんですけども、多分そのモデル、2テラのモデルが人気なのか、自分が買ってから今見たら配送が次1ヶ月から3ヶ月後みたいな感じになってるんで、なかなか人気なのかなと、シーゲートの2テラの SSHD ですね。封鎖について、帝国軍のレイブス将軍より、次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は、調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はボート内での生活の支援も続けていると強調しました。ただ労働が早くなったかどうかっていうのは正直ね、今のところ体感でわからないですね。ラスカクレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが、守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。いやだって普通に帝国軍がパクりましたよね。レガリアが行方不明のためドライブメニューが選択できなくなりました。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。大丈夫ねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。チョコボやな、しばらくは。お、犬やないか。どこ行くの？何か伝えに来たのか。アンブラに追いかける。六神の力を求めて。あと何がいいの？タイタン、シバ、ラム、イフリート、リバイアさん。5個まではなんとなくわかるな。ゲンティアナ。成績を背負いしようよ。誰？雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルナは無事なのか？雷神のもとに。ルナ・フレーナは受け絵を終え、紅葉の指輪とともに水筒にて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。データ交換日記。ノクティス様もどうかご無事で。ステッカーに何か一言書き足すなら。わかった、旅は順調だ。ルーラのおかげで啓示ができた。うわ、なんもないわ。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。
人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね？はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。前髪パッツンや。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。なんか意外と近いな。雷神の啓示、雷神ラムーの力が宿る石碑を探しましょう。石碑は全部で3箇所あります。指輪がルナフレーナ様の元にあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しておくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。雷神か。ちょっとアイテムの補充だけ。いらっしゃい。いろいろ取り揃えてますよ。あれ、俺ハイポーション40個ぐらいあったよな、さっき。40個も使ってないと思うんだけど。特にないか。まあまあこんだけあったらいけるでしょう。どうも、また来てくださいね。そんで多分こっから何かしらイベントがあるでしょうから、服を着替えとこうか。何がいい？これはジャケット、戦闘服のジャケットオフがいいかな。ファイラいらんから、槍にアイススピアに変え、これはハードブレイカーが一番いいか。あ、背後でめっちゃバイク音が。トライデントとか装備すんのかな。こいつやっぱエンハンスが一番いい気がすんだけどな。でもエンハンスより、HP 回復とかの方がいいかな。こいつ多分ドーンブレイカーがいい気がするんですよね、使ってて。サイクロンなんかダメージ微妙だったんで。こいつもサーキュラーそうな。衝撃波、この辺がよくわからん。ミスリルバレット、ペネトレイト。ブラスターが、最大出力で攻撃し大きなダメージを与える。ペネトレイト。これね、防御力ダウンが結構いいんかなと思ってひたすらペネトレイトにしてるんですけども、ダメージ重視ってよりはね。今日は何の用だい？飯でも食べていくか？で、この人に話しかけて、現状リサールチップスでもつまんでいくかい。自分の今のこの、チャプター5でいける範囲では、このデブチョコボバーガーですかね、この獲得経験値アップレベル5、プラス 50% されるっていうのが一番今用意するよ。いいのかなと思います、現状ね。なかなかうまそうだ。多分この先にプラス 100% っていうのがあるらしいので、また顔を見せてくれ。まあ、プラス 100% ってことは要は2倍ってことですよね。あ、先この辺になんか光っ、あれなんか光ってたと思ったけど違うな。カンナギとかいうなんかそういうのを聞くとなんかこうファイナルファンタジー10的な
で、チョコボ自分のやつは白にして他のやつを黄色にしてたんですけども、よろしく。なんとなくこう勝手にね、イメージカラーでチョコボをみんな変えてみました。グラディオラスはこの灰色、グレー系、イグニスはこうノーマルのチョコボの色よりちょっと濃い黄色のチョコボにしました。で、プロンプトは、まあ、なんかこうピンク系にしようかなと思ったんですけど、薄紫、まあ、こんな感じのイメージでやっております。ちょっと待ってください。じゃこれか、これやね。ここへ行ったら、ここに行くにはそろそろ行くか。ま、普通にいいか、道沿いでいい。道沿いですぐ行く。チョコも乗ってるときはミュージックプレイヤーはかけれないのね。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。いや、一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。結構遠いよね、1キロ先。チョコボとか、なんであの人ノクトの手助けしてくれんの。ゲンティアナか。うん、あれ神様なんだって。おいノクト、上だ。俺に今 AP1 って入ったかと思うんですけど、これもそれアビリティコールでこうチョコボに乗ってる時に、チョコボに乗ってるとか車にね実際に運転してる時に AP が稼げるっていう、まあ、スキルが、アビリティか、あるんでね。とか、それの先に、経験値がもらえるっていうのもあったりします。人なの？いや、24子は、六神に近い存在だ。人間でいう、カンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。これは、あれ、童話外でも戦わざるを得ないの？これは、戦わずにはいけないのかい？ちょっと大回りをして、よいしょ、頑張れ。あ、いけっこやね。よいしょ。あ、登れねえや。ほい、お、こっち行ける？お、道あるじゃん。お、やり。あったー。あった。こんなところ来てないから、こんなもんが最初からあったのかどうかっていうのは触れる。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い。ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブラーの雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。
どうしたの？また頭痛？ケンティアの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。よし、ほんで、じゃあチョコボに乗って、あ、わあ遠い。と、行く。マップ的にこの辺が暗いんで、まあ、行ってないところですよね、これ。どっから入るんや、これ。まあ、とりあえず、道なりにまずは北に行きますか。カンナギの手によって、神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声。ああ、ルナが六神を起こしてる。1キロ先。これはショートカットしても仕方ないし。これは斜めに切っても問題ないでしょう。めっちゃ光ってるな。イリスの言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、オートを出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな、おじ。早く追いつかねえと。600。おお、なんかいるわ。ギガントーだよ。車が帰ってくるまではとりあえずあれよね、普通にイベント進めるしか。チョコボでちょっと駆け回るのは若干めんどくさいね。帰る。えるね。そうだな。あのフェンスの向こうに行きたいんだけど、これはどうしたらいいのかしら。うれ、フェンスが延々と。おい、帝国軍いるやんか。あっち向いとんな、アホやな。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？よし、もうちょっと。ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえ。よし。刑事を受け、六神の力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。めっちゃ簡単。まあ今で23分ぐらいですし、まあ、今後どれぐらいちょっとイベントが続いていくのかも分かりませんので、どうしようかな。まあ一旦ここで切りたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。